釣り師と1 7ラムの川恋恋のゴイ釣りは、川や池に生息する恋を釣ること。野ゴイは、使用されている恋よりも力が強く、時には意外な大物を釣り上げることもある。そのために仕掛けは、特に丈夫に作る。竿は、延べ竿や投げ竿など様々である。季節では、桃の咲く頃が最盛期で、秋冬も釣れる。味は、冬が最も良い。 脈釣りが主であり、浮き釣りも行われる。釣りの対象魚としては、日本の湖商河川において、バスフィッシング、ヘラブナ釣りなどに並んで人気のある魚で、釣り場では大きさを倫立させている光景がよく見られる。ヨーロッパでは、淡水魚の釣りといえば濃い釣りを指すほど人気があり、イギリスでは、日本のバスフィッシング人口に匹敵すると言われている。濃は、 やはり大きく育つ点に長魚としての魅力があり、その強力な引きに醍醐味がある一方、中小型はビギナーでも楽しめる。ボイリーヘアリグに取り付けられたボイリー狙い型はネリエを用いた吸い込み釣りやぶっ込み釣り、浮き釣りが基本で釣り具は竿やリール、糸などはある程度強力なものが必要だが高価な道具は必ずしも必要ではない。餌は 甲殻類やミミズ、タニシ、アカムシ、トウモロコシ、パンそしてサツマイモや、ジャガイモ、マッシュポテトに小麦粉を加えたネリエなど、バリエーションは多彩である。基本的に回遊している鯉を待つ、町の釣りなので、余生のネリエと食わせ餌のコーンやタニシ、ザリガニ等をつけた吸い込み仕掛けで、竿は3から5メートル程度のリール竿に当たりを知らせる。 重りやセンサーをつけたものを数本並べて当たりが来るのを待つ吸い込み釣りのスタイルが一般的である。メーターオーバーを狙うために竿を磯釣りや石台用ロッドを代用したり、のごい専用ロッドも各メーカーから販売されていたが、後日のヨーロッパスタイルやフライフィッシングの普及もあってのごい専用の吸い込み、ロッドは減少傾向である。最近ではボイリーという 固く茹でた、食わせ、餌を使った釣り方が入ってきた。この釣り方は、ユーロースタイルやヨーロッパスタイルのカープフィッシングとも呼ばれる。専用のコドリグと呼ばれる仕掛けもある。竿もヨーロッパスタイル専用ロッドが登場し、これまでの吸い込み用のロッドと比べて細くて、どちらかというとシーバス用、ルアーロッドに近い。 竿を数本並べて待つスタイルは従来の吸い込み釣りと同様。一方で朝場に定位して霊中の餌を捕食する鯉を自分から探して疑似餌を用いたフライフィッシングで狙う攻めのスタイルも欧米では大変盛んである。専用のフライがいくつも考案され鯉専用のフライラインまで出ている。日本でも街中を流れるような都市型河川で手軽に楽しめるとあって、 密かな盛り上がりを見せている。日本のこういった川では、ユスリカなどの昆虫類からパンなどの人工的なものまで川も流れる餌を鯉が捕食しているケースが多いため、沈むフライよりもドライフライで狙うことが一般的である。他に疑似餌を用いた釣りではレにワームやバイブレーション、ラバージグ等のルアーでも釣れることがある。 最近では食パンを餌として、重りをつけずに餌を浮かせて釣る、パンプカや、古式と呼ばれる方法もある。この釣りはあらかじめパンを巻いて、鯉を寄せて捕食し始めたら、パンを鯉に近くに浮かせて食わせる釣り方である。延べ竿による浮き釣りでも十分楽しめるが、大型魚が多いので竿はパワーがあるもので仕掛けも糸を太めにするなど工夫が必要である。最近の鯉釣りの世界記録は、 2010年1月現在、フランスのボルド近くの虹湖で釣られた約4 3ラムである。イギリス最大の鯉で13年間で63回も釣られ、釣り人たちからベンソンと呼ばれ、愛されていた鯉もいる。イギリスの巨鯉の最大記録は3 0 6 1 8ラムである。ありがとうございます。